る量取れてる。で、あんまり熱い油に入れないと。で、周りにもあんまりつけないようにこの状態。ここで軽くほぐして、一回返す。そういう風で味入れちゃう。で、ネギとカニも入れちゃう。こっからは、こんなに煽らなくていいから、煽ってもいいんじゃないかな。白いところを潰す。潰しながら一回返す。潰しながら一回返す。なったなと思ったら醤油、胡椒、ごま油で、ここでちょっと煽ってあげる。で、最後スープ。で、しっかり煽って、ここで出来上がり。もうそれで煽らない。
ちなみにこういうところをやっぱり気をつけないと、はい、とあとこういうところ、こういうところちょっと鍋の振った感じは前回よりもちょっと退化してる感じなので、はい、でも今日はまあ盛り方は綺麗にいったから、はい、味はいいよ。ちょっと一鍋さんのと比べてみる。ちょっとナチョもちょっと食べて、一鍋さんの方がまずいかもしれないけど十分あるからね。めっちゃ緊張するんですけど、うん、どっちか石鍋さんちょっとあれ大丈夫それ僕どっちナッチのやつだか分かんないのこれ。こっち僕でしたっけ。こっち私です。ああ、まあちょっとこっちの方が美味しいかもしれない。もうチャーハン食べたくないです。え、なんで。もう飽きました。飽きるほど練習したの。しました。してないのか。まだまだ。まだまだ頑張んないと。毎日チャーハン食べな。頑張ろう。頑張ります。頑張んのかよ。食べたくないんじゃなかったの。片付けるよ。あれ？どこ行った？みんな。おい。